FD は MS-DOS 上で動作するファイルマネージャーであるフリーウェア。初期の MS-DOS 環境にはファイルやディレクトリを総合的に管理するソフトウェアは存在しなかった。ファイルを操作するためにはコマンドライン上でディルコマンドを使って目的となるファイル名を調べてはコマンドを打ち込むことで処理を行った。ディレクトリを移動する際には CD コマンドで移動し、 元の場所にも再び CD コマンドで戻るといった非効率的な操作を繰り返すのが一般的であった。コンピュータに明るい一部のユーザーはユニックス用のツールを真似たものを自作したり市販のそうしたツールを導入してコマンドの機能を改善してはいたが一般ユーザーには普及していなかった。こうした作業を改善するのがファイラーで現在あるエクスプローラーのように あるディレクトリのファイルを一覧表示し、その中から選んだファイルに対しメニューから削除、解明、移動、コピー、実行等の操作を行うことができる。欧米では IBM PC の普及とともにいくつかのユーティリティが入手できるようになりつつあった。日本では商用ソフトのエコロジーの発売に続きフリーウェアとして FD が登場したことによって MS DOS でのファイル管理は 劇的に効率化した。FD は、伊ズヤツ氏が1989年に、日本電気製パーソナルコンピュータ PC、PC-9800 シリーズ向けに開発を始めた。当時あった、ファイル管理ソフトウェアの操作性や速度に、列車が不満を感じていたことがきっかけだったという。開発当初は、MS クイックベーシックにて作成していた。しかし、プログラムサイズや、 実行速度の問題があり、デ社はアセンブリ言語による開発に着手した。この頃のプロトタイプは、岡山市のカラス乗務船が運営していた草の根パソコン通信ネットウジョネットでのみ、公開していた。仮想ドライブに対応したバージョン1.04からは、大手商用パソコン通信サービスのニフティサーブにて、公開。続くバージョン1.06でユーザーによる、 キー設定などの機能が追加された。バージョン2.00でファイルディレクトリのツリー構造を表示する機能が追加。バージョン3.00でネットワークドライブに対応した後はいくつかのバグフィックスが行われたのみで大幅な仕様変更はなかった。そして1996年12月12日公開のバージョン3.13にて約8年にわたる開発に終止符を打った。 公開後の反響は大きく、商用パソコン通信ネットから、無料の地方の草の根 BBS に至るまで、転載された。また、パソコン情報誌が付録ディスクに収録し、さらに FD や関連ツールを収録したディスク付きの解説書も発行されたため、パソコン通信を使わない PC-9801 ユーザーにも、普及していった。その事実を象徴するように、FD は、 1> 第1回フリーソフトウェア大賞においてユーティリティブ門章を受賞している。アセンブリ言語で書かれていることもあって非常に軽快な動作である。開発当初から重視された操作性においても優れている。PC-9800 シリーズ版に続き DOS、V 版なども作られた。また有志たちにより様々なプラットフォームにも移植されていった。FD の影響を受けて誕生した。 ファイル管理ソフトも多く、ファイラーと呼ばれるジャンルを形成した。その操作性の良さが手に馴染んで、MS DOS 5.0以降の DOS シェル、MS Windows 3.1のファイルマネージャーや Windows 95のエクスプローラーよりも、MS DOS のファイラーに似たオンラインソフトウェアを望むユーザーも多く見られた。日本のソフトウェア文化史上において、ラなどとともに、 MS DOS 時代のフリーウェアを代表するソフトの一つである。デシャは2004年11月7日20時41分、脳腫瘍のため、神奈川県綾瀬市綾瀬厚生病院にて死去した。去年56歳。デシャは FD の他にもテキストファイル閲覧ソフト、ミエルなどを作成しており、DOS 時代に大きな足跡を残した。FD には、 その機能や外観を模したクローンがいくつか存在する。ありがとうございます。